国道116号方面。写真右下に道路原表が見える。2011年8月7日撮影。国道7号、万代橋方面。2014年10月11日撮影。新潟市道路原表。2019年4月30日撮影。地図本町交差点は、新潟県新潟市中央区にある交差点である。 国道7号、8号、17号をはじめとする一般国道8路線の奇襲点が集中している。これは高知県高知市の県庁前交差点と並んで日本最多である。また8路線の奇襲点を示す標識である道路原表が設置されている。ここに国道8路線の奇襲点が集中した理由は新潟市が本州日本海側の最大都市であることと 地理的要因として阿賀野川、品野川の二大河川が流入し、これら河川に沿って平行する道路が発達してきたことによる。新潟市には周辺に大きな市街地がないことからも、道路法が国道の指定要件である主要な都市間を結ぶ道路という規定によって、新潟市の周辺で事実上終わる国道路線であっても、 法律の縛りによって、新潟市まで奇襲点を引っ張ってくる必要があるためでもある。新潟市道路原表新潟市道路原表の利定表。2019年4月30日撮影新潟市道路原表の説明。2019年4月30日撮影。ありがとうございます。